シンガポール航空117便ハイジャック事件は、1991年3月26日に、スバン空港発シンガポールジャンギ国際空港行きの便に4人のパキスタン人によってハイジャックされた事件である。ハイジャック犯の要求は満たされなかったため人質を殺害すると脅迫したが、彼らが定めた期限を迎える前に、シンガポール特殊作戦部隊が機体を吸収し、ハイジャック犯を射殺して、人質全員を無傷で解放した。これは、シンガポール航空が巻き込まれた初にして、唯一のハイジャック事件でもあった。事件に巻き込まれた A310 型機の 9V-STP は、乗員11名乗客114名を乗せ、シンガポール標準時3月26日21時15分に、マレーシアのクアラルンプール近郊にある、スルタン・アブドゥルアジズ・シャー空港を離陸した。117便は、目的地のシンガポールチャンギ国際空港に向かう、途上にて、4人のパキスタン人にハイジャックされた。ハイジャック犯らは爆発物とナイフで武装していたが、銃器は所持していなかった。その後、客室乗務員の一人が、機長にハイジャックの発生を知らせる。117便がシンガポール空域に入った時にハイジャックをシンガポール管制塔へ連絡。着陸の前にハイジャック班のリーダーがコックピットに入り、シドニーへの飛行を機長に要求した。機長は燃料がないと飛行機が墜落してしまうと言い、リーダーは再給油のみの着陸を許可した。22時、政府やシンガポール軍へ連絡が入った。22時15分、飛行機はチャンギ空港に着陸した。着陸後、ビジネスクラスとファーストクラスの乗客はエコノミークラスに座らされた。その後のシンガポール政府との交渉で、ハイジャッカーらはパキスタン人民党のメンバーを名乗り、パキスタンのベーナズィールブット首相の夫で後に大統領となるアースイフ、アリ・ザルダーリーの解放を要求した。翌27日2時30分、2人の男性客室乗務員がハイジャッカーにより飛行機から投げ出された。6時45分、シンガポール政府に勤務するパキスタン人がハイジャッカーに最終警告を出した。その約5分後、シンガポール軍の特殊部隊が機内に突入し、わずか30秒でハイジャッカー全員を射殺した。犯人のうち2人はコックピットに、2人はキャビンにいた。6時50分までに、機体は完全に保護された。事件処理におけるその迅速な対応について、シンガポールは国際的な称賛を受けた。当時のシンガポール首相ゴー・チョクトンは、試練と救出作戦に対処したすべての関係者の迅速性と効率性を称賛した。117便の機長と警察本部長、交渉官は、彼らの役割に応じて、公共サービススターを授与されたほか、特殊部隊の隊員らは、武勇勲章メダルを、交渉班の他の人員は、大統領賞を与えられた。2020年時点において、シンガポール航空は117便を、クアラルンプールシンガポール間で運航し、土日を除き、A350 から900型機を使用している。ハイジャックされた機体は1988年11月22日に、初飛行した。その機体は2001年5月11日にエアプラスコメットに渡された。航空機は白に塗装され、9V-STP から EC-HVB に登録を変更された。2003年5月31日をもって飛行を終了し、その後アメリカ合衆国にあるモハーベ空港で保管された。2005年4月25日に N443RR というナンバーで、登録されていた機体は解体された。9V-STP は、その後、同社の A330 から300型機に登録された。その後同機は2015年10月に台湾のトランスアジア航空を経て、現在は香港航空で B-LHD として登録され現在も使用されている。ありがとうございます。